じゃあね、早速入っていきましょう。中はね、ゲームセンターとかあります。というわけでね、ドライブイン古城に来ました。もうね、最後のこの31日の動画何にしようかとめちゃめちゃ迷ったんですよね。もう何にしようと。31日大晦日って言ったらやっぱ年越しそばですよね。あ、じゃあどうしようって、もうこれもまた何度かね撮ったことあるんですけども、もうね、まあ仕方ないかということで、今年はね、自販機とかそういうのでだいぶお世話になったり、まあ、撮影多かったりしたので、ちょっと寄ってみようかなと思って来ました。ドライブイン古城です。これたくさんの、自販機が、並んでるんですけど、こちらは24時間営業のドライブインです。じゃあね、早速入っていきましょう。中はね、ゲームセンターとかあります。
ました。よし、きつねそばです。早速いただきます。おそば。うん、うまっ。うん。このきつねをいただきます。うん、うまっ。これも甘いだしが聞いてます。はい、また再びね注文しようかなと思います。せっかくなのでこのうどんをね、で定期的にあのコロッケそばとかも入ったりするらしいですね。今日はキツネなんですけど、業者さんがここで具材とかを入れ替えてるみたいで、でそれでタイミングによっては、まあ、週末かなコロッケが入ってたりするらしいです。で今日はね残念ながらないので、皆さん行ってみてください。よし、こんな感じでございます。麺がやっぱ多いな。よし、じゃあ早速また二杯いただきます、うん、太いなというか麺が多いな。じゃあ再びいただきます。うん、うん、ごちそうさまでした。じゃあ帰りましょう。よし、はい、というわけでね、ごちそうさまでした。まあ、なんかそばの方がちょっとなんか出汁が効いてるような気もしたんですけど、多分おそらくきつねそばだから、きつねからのね出汁が効いてんだと思います。でここのねスタッフの人にいろいろ聞いたんですけど、まあ、ここでうどんを作ってんじゃなくて、業者さんが来てくれて、でそこで、まあ、出汁入れしたりしてるらしいです、具材を。で最近ねコロッケがメニューに追加されたそうで、まあそれなかなかねそのタイミングが微妙なんですけど、おおよそ土日がポイントだということを言ってました。まあ、正確にはねわからないんですけども、ぜひ、皆さん見てみてください。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。